さんこんにちは、夏子です。アンディです。アンディは運転中。もうなんか急に夏が来たね。まだ梅雨明けはしてない？多分してないよね。前回いちご狩りの動画をね出したんだけど、あれから2ヶ月ぐらい経ってるね私の動画結構ラグがある動画なので、季節感がない動画になってるんですけどね。でもまあ今回は夏っぽい動画お届けできそうかな。大丈夫？なんかクーラーガンガン効いてるけど声聞こえる？大丈夫？今日は私たちの半日を撮っていこうかなと思います。まあそんな半日って言ってもそんな大したところには行かないんですけど、今日はどこに行く予定なんですか？まあちょっといろいろやらなきゃいけないこと、車をクリーニングに持ってったり、家のストックを補充したり。そうだね。まあとりあえずこの車の外があまりにも汚いので、車をね洗車しに行こうかなと思います。本当は自分たちで洗車すればいいんだけど、エネオスのところで洗車のサービスがあるので、ちょっとねそこをね使っていきたいなと思います。わ、洗車飛んでる。私たちがねこだわってる部分があって、その洗車に対して何をこだわってるかっていうと、自動の洗車を使わないっていうのにこだわってるんですよ。なんでかっていうと、自動の洗車を使うとなんか車が傷つくらしいですね。まあちょっと細かな傷、そんなに見える傷とかじゃないけどね。できればそうなると機械式じゃなくて人がね洗うあの洗車にちょっとこだわってる。死ぬよね、もうこんなエンジンに止められてさ、こんな真夏のところ炎天下の下に車を降りたんだよ。ということで今ね予約を今ねしてるとこなんですけど、やっぱね混んでるみたいなので30分後ぐらいかかるとのことでしたので、ちょっとついでに近くにスキリアがあるので、ちょっとそこで買い出ししたり、あとちょっとお昼ご飯はねまだ食べてないので、ちょっとねランチ食べに行こうかなと。じゃあ出てくれということなので、では行きます。結構夏はね洗車する人増えますよね、きっとね。ということであちらです。今日はこちらのエネオスさんに車を洗車してもらいます。ちょっとあるかな、あっちの方から。こっちの方はジョイフル。あ、ジョイフル行くじゃん。まあ、ダンク反対ではないけど、この辺はなんかケロケロが多いね。じゃあちょっと今からお昼ご飯探しに行きます。やば、日焼け止め塗ってこなかったから私の肌が太陽吸収してる。やばいやばい。なるほどね、カポカイスマ。ラーメン屋さんに来ました。何があるかな。このガパオがね有名らしいですね。暑いから冷やしにしようかな。じゃあちょっと悩んで決めたいと思います。私は油淋鶏にしました。あ、結構なんかボリュームあるからアンティ持ってってお肉何個か。美味しそう、冷え冷えで。外暑いからね。じゃあいただきます。最近さキュウリ食べれてないからすごい嬉しい。ごちそうさまでーす。お腹がいっぱいだ。ちょうどよかった。ここの陳内さんってところでご飯食べました。今日は
そしてちょうどその目の前にセリアがありますので、こちらね、買い物します。サイズじゃないとちょっとダメかな。だいぶでかくない？これも使えない。だって考えてみて、これぐらいのサイズだよ。ちっちゃいよ。車を綺麗にしてもらいました。あ、すごい、窓もめっちゃ綺麗。じゃあ次、車綺麗にしてもらって、次どこ行くの？行きます。松木雄とここにコメリがあるから、ここに行きます。じゃあ次に移動ということで、松木雄で買い物した後にちょっとデザートでマックに行きました。あ、じゃあマックフルーリーフローリーのオレオ、はい、オレオクッキー1つ。じゃあそれだけでいいです。マックフルーリーゲット、クレアンティとシェアします。ということで、今日の買い物動画、半日でしたがどうでしたでしょうか。この動画が良かったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう、はい、またねー。